はい、こんにちは。今回はジギングシーバス。東京湾です。川崎の釣り工さんから船で出船です。日本一シーバスの魚影が濃いと言われている東京湾のジギングシーバス、2021年1月朝7時出船です。釣り工さんは大型船なので本当快適です。今見えているのが扇島の釣り公園です。東京湾のシーバスゲーム、ジグは 60g のものを使用して、フロントフックはなしでリアフックだけでやります。一番右は平場なんですけどね。リリース前提のシーバスゲーム、いろんなジグがあるので何を使うか悩んでしまいますね。で、攻めるのはこんなところですとか、アクアラインの風の塔ですとか、風の塔、朝日が当たってかなり綺麗に見えます。あとはアクアラインの海ホタル周辺ですとか、こちらは羽田空港に向かう飛行機、そしてアクアラインのブリッジの下の橋脚周り、シーバスちゃんたちはどこにいるんですかね。あとはこういう停泊している大きな船の横ですとか、ちょうど下は日陰になってますからね。でも大丈夫、船長が釣れるところに連れてってくれます。ここからは釣りの映像です。ポーンとキャストして船沿いをフォール。ここの水深は25メーターから30メーターぐらいでしたかね。ちょうど15メーターぐらいで船の底。お、ここでヒットですね。そこまで行かぬ間にヒットです。シーバスジグ釣りはほとんどフォールの釣りです。フォールのあたり、どういうものかというと、ラインが止まります。ジグが落ちなくなり、そこでロッドで合わせます。ちょっと見えにくいんですけれども、このくらいがシーバスのアベレージですかね。アベレージといってもですね、だいたい30センチから60センチぐらいがアベレージですかね。これは何センチぐらいあるんですかね。船まで上げないで手返しよくここで針を外します。ポチャン。なので外れやすいようにフックはリアのみを私は使用しています。ちょうど丸のところにポチャンと入れて船沿いをフォール。船に当てるとダメです。ですので私はベイトを使います。ベイトリールの方がこういう操作は簡単です。スピニングでぴったりの位置に、それは結構難しいんですよね。で、ジグをフォールさせて海底まで、そこでまた巻き上げてフォール、その繰り返しです。巻き上げるのはだいたい水深の半分ぐらいを巻き上げて、また10メーターぐらいフォールさせるっていう感じです、私の場合で。当たるとちょうどラインが止まるんですよ。乗らない時はその水深でまたフォール。そうするとヒットよくします。
ここでヒットですね。ゆっくりシーバスを疲れさせてから上げないと上で暴れて針を外すのが大変です。ですのでここはゆっくり時間をかけて。お隣さん左側の方もヒットですね。お祭りしないように水深が5メーターぐらいになったところでちょっと待って疲れさせます。それから上に上げてきます。だから P ラインの糸なんですけれども1メーターずつ色分けがしてあって分かりやすいものがいいと思います。 P ラインは本当色が変わると10メーターですとか1メーター、そういうのが分かるといいと思います。ここで上に上がってきましたね。ナイスリリース、うまく外れました。キャッチしてリリースしたのか、それともバラしてしまったのか、今のはどちらでしょうね。私的にはリリースです。ですので今ので2匹目。右側のお隣さんもヒットですね。船の上はお祭り騒ぎです。着底したら早巻きフォールで当たりを取る、それの繰り返しです。巻いてる時に当たることは活性のいい時でないとほとんど当たりませんので無視した方がいいと思います。もうフォールでラインが止まるのを待ってそこで合わせる、それで当たった水深を覚えておいてそこで繰り返す、その連続です。本当に合ってるのか分かりませんが私はこのやり方です。またここでヒットですね。で、フォールのあたりは合わせないと乗りません。これが面白いところです。おっと、上がってきましたね。これはチーバスですね。小さいからチーバス、3、40センチっていうところですかね。本当ここまでで1キャスト1ヒット1キャッチ1リリース、触らないで船べりでリリース、これで多分いいんでしょうね。3連チャンの確変中です。今はまた船沿いにポーンと投げてそこをフォールさせていく。おっと、お隣さん、左側さんもヒットですね。ですから、こんなに釣れてます。で、まあ、船に向かって投げてるんですけれども、自分の下でも当たりますが、確率的には倍以上投げた方がヒットは多いと思います。これ、船に当てちゃいそうだなっていう方はやめた方がいいと思います。そうしないと船に当てるとこの釣り禁止になりますからね。本当船の上はお祭り騒ぎです。そこかしこで釣れてます。だいたいこの日はですね、10から20メーターがヒットが多かったです。ヒットの層はその日によって変わります。深いところでしかヒットしない日もあれば、浅いところでしかヒットしない時もあります。と映像では分かりにくいですが、触りはするんですけれども乗せられないんですよ。ほんとパクって食べると止まるんですよ。そこでちょっと合わせようとしても乗らない。フックは両方つけた方がいいんですかね。でもフックをたくさんつけるとリリースもしにくいし魚も傷みます。ですのでリアフックだけでいいと思います。おっと、3連チャンで1回確変が止まりました。ワンキャスト、ワンヒットっていうのはダメでしたね。両サイド、ほんと上がってます。遅れずに釣らないと。
おっと、ようやく私もヒットです。うん、よかったよかったと思ったが、バレてしまいました。またフォール、イエスフォーリンラブと同じです。おっと、ここでまたヒット、うまく乗せましたね。このね、ヒットがね、うまく決まるときって気持ちいいんですよ。絶対合わせないとほぼ乗りませんから、このシーバスのホールゲームは。おっと、上がってきました。ここで4匹目。うん、これが東京湾のシーバスゲームです。日本一魚影の濃いシーバス東京湾。船まではだいたい10メーターぐらい離れているんですけれども、そこをアンダーキャストで、それでいい時はですね、このフォール10メーターぐらいのところでだいたい当たります。そこでまず1回目合わせて、これ合わなかったんですよね、ライン止まった、合わせて、それでまたそこの同じところをヒットさせるために巻いてフォールさせて、そこで次ヒットですね。ここで危ないのはですね、フックアウトしてジグが飛んでくることです。ですので思い切り抜き上げることはやめましょう。なので最後はラインを手繰り寄せてシーバスを上げます。あと疲れさせるのも重要です、お祭りしないように。ちょうどこれで5匹目、あれ、船に入ってきちゃいましたね。10分で5匹ペース。だいたい40センチぐらいですかね、このシーバス。確変時間の釣りでした。こんなのが、しょっちゅう起きるのが東京湾のシーバスゲーム。これがお持ち帰りのシーバスです。ちっちゃい方がいいので、ちっちゃいのを持って帰ります。今日の釣果はシーバスたくさん、数えきれません。これ普通のシーバスです。この背中に斑点はないですよね。ただですね、今回これ多分大陸スズキです。星がポツ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 あるんですよ。レア魚ゲットです。点々がいっぱいある。多分星スズキ、大陸スズキ、わかんないですけど、あんまり東京湾で見たことないですね。これ中国から海流に乗ってきたんですかね、台湾とかから。あとこれギガアジ1匹、これも釣れちゃいました。ほんとお土産、この3匹、ちょうど水槽の中で元気よく泳いでます。これがお持ち帰りです。ほんと楽しい釣りができました。7時から14時までがシーバスのジギングの船釣りです。ちょうど目の前に見える赤い灯台は川崎新亭です。川崎の船宿釣り工さんの方に戻ります。どうもご視聴ありがとうございました。では